お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロールやっていくんですけど、今回はね、このスクラをね、作っていこうかなと思います。で、施設がね、ないスクラですね。久々の。で、スケドラとプリンス、流行りのがいて、スケがあって、マスケ。で、高回転の、しかも、これがね、ソラもいて、高回転、陸受けもあり、で、タルババ、で、枯渇系もクロスにも行けて、すべてに勝てる最強のスクラデッキをね、見つけましたね。拾ってきましたね、と言ったところで、今日はね、これでやっていくんですけども、よろしく。いや、なんかすごい名前の人来た。この人ね、俺本物か知らないけど、ツイッターでね、ちょっと前、人気者になってた人かな、わかんないですけど、いろいろね、あるみたいなんでね。よろしく。さあ、というわけで、多分ね、本人ならば、ツイッターじゃねえ、コカちゃんなんですけど、あ、違いますね。やべえ、名前が気になって試合に集中できねえな。よくねえな。よくねえぞ。さあ、スケドラ。とりあえず、硬い作りつつ、ゴレッシャンですね、これ。ゴレッシャン。さあさあさあ、これもスケル打っちゃって、フリーズパッキンで終わりじゃね？これフリーズパッキンで、ボンバーも死んで、プリンスも入り、スケルトンも入り、ベビは、ベロ出してるぐらいだね。はい。多分おりました。で、相手が多分ゴレッシャンなんですけど、これスケで一応このベビーのダメージを抑えます。で、タワー横から出すとスケルトンが一列に並んで、ベビーはね、縦に並んでるスケルトンは2体しかやんないんでね。こんな感じで2回受けれますと。で、ここで、その右側にゴレが来るんですけど、普通ならば、ここ右側にアイゴレからのプリンスとかでするんですけど、普通はね、つまんないのでね。これ、スケラ打てば、キング折れます。これマジっすね。スケラからのスケドラ追加でタワー折れますよ。でもしかしたらスケルトン部隊いるんで、タルババ速攻も構えつつ、いや、来ないならば、もう追加して、これで、マジでこれ止まんないっすよ。これでフリーズして、終わりと。いや、本当に、強いんですよ、このゴレ。このゴレじゃないや。このスケルトンらしい。いや、マジでね、何に負けるんだろうって、普通に。まあ、何にでも負ける可能性あると思うんですけども。マジでね、万能かつ超強い。で、今のは、相手がゴレだけだったら、まあ、タワー折れてるか分かんないですけど、まあ、それでも本当あと1000ぐらいまではね、削れてたんじゃないかなと思います。結構、こう、ゴレとかに対して、まあ、他のデッキ使ってる方もだと思うんですけど、真っ向正面しようとしすぎてる説はね、若干あると思いますね。なので、今みたいにもうね、戦わないんですよ。もう逃げ、言ったら逃げですね。逃げの戦い方っていうのもね、説明すんごい下手なんですけど、許してください。なんで、今みたいな感じで逆性いくと、ゴレ側も言ったら、ゴレ出した後にあんなん逆性来たら、守らないとタワー折れるじゃないですか。で、フルで守ったら、別にゴレ単体だから、まあ別にタワー折られても、ユニット残ってそのままカウンターもね、できると思いますし、なんか結構ね、こう、真っ向正面で行かないっていうのも大事かなと思います。さあ、ディガーですね。マイナーからの、インディ。ディガー、ラバということは、縦線とラバ。フリーズしちゃいて、これフリーズしていいな。なんとなく。これあれですね。スケドラダクネの、ラバ掘りですね。流行りの。やれ、やれ。んー、つつく、ナイス。いいつつきっぷりだな。で、これはスケだけで耐えれると思いきや、そうはさせてくれない。ワンチャンザップくる。ファイブか？ポイズナーですね。で、この人、陸がダクネとババしかないっていうのを、僕はデッキを知ってるので、本当に、デッキだけは覚えてて、マジで申し訳ないんですけど、陸受けがないので、プリンスカッツンカッツンしちゃいますね。いやー、素晴らしい。そして、まあ、ババぐらいが遅れてくるのかな？か、インドラ。これ、フリーズは、フリーズは、さすがにシャシャリ。さすがにこれでフリーズしたら、シャシャリいますね。で、ここは、一回ね、こんな感じで、無理にね、このダメージを全部抑えようとすると、別に収まんないんで、無理に抑えようとせずに、で、5を使ったので、スケドラパーティーでしょ？で、ここは自然ともカウンターができるよと。スケドラ生きて、これだってもうスケラフリーズ、ザップ使ったよね。ん？ザップ使ってねえか。まあ、スケラプラスフリーズ打っとけば、多分折れるでしょうの巻。よいしょ。シャシャッとフリーズをするが、いや、スケドラの範囲が、スケドラの範囲が、そんな活躍しないん、いや、プリンス、お前かーい。さあ、そして、相手は5でした。
まあ、ここまた同じですね。守り、どうせタワーは守れないので、ユニットを残す守り方をします。延命してあげて、で、マスケとスケドロ相手はどっちかにしか5打てないというような流れを作ると、もうあとは、スケラ打って、一応単体だとババが怖いので、スケラタルのフリーズまで構えてあげて、ナイスゲームと。言った感じで、ラバも、だって言ったらこれ、あれ、ドラゴンとマスケしかないんですけど、言ったら今までこのドラゴンの枠は、まあまあ、ベビだったりメガゴだったわけなんですけど、スケドラになったことによって、よりスペル枯渇をさせつつ、火力がね、出るんで、バルーンとかにもね、戦いやすくなっています。といったところでね、本当に、非常におすすめしたいデッキ。よろしくとか言って負けるんですけどね、そんなこと言ってると。さあ、というわけで、相手はラベアハンドですね。ラベアハンド来ちゃいましたね。で、初手ラバされた時に、プリンスとかないと、それはそれで僕としては非常に辛いですね。いや、このマスキもし高めからでよかったな。暇しちゃう。で、ディガー警戒からの、バルーン来たら速攻ドラゴン出したいっすね。うわぁ。いや、これどうしよう。一緒になんかフリーズとかで巻き込まれたら。あ、いや、いい。いや、ドラゴンがいい。ドラゴンがいい。ドラゴンがいい。いや、ドラゴンいい。なんかいいね、お前。さあ、からの、ラバメガゴファイブザップか、わかんねえ。とりあえず、タル転がします。バルーンかディガーかわかんないですけど、そんな感じがしましたね。これ、マスケで単体で美味しく守れて、いや、回転が早いんですよね。そう、だから、相手も、あれびっくり。もうマスケット回っちゃったっていうのは、多分びっくりしちゃって、おねえになっちゃってますね。さあ、ここプリンスからの縦線とババ3が5か。いや、ここはそうっすね、多分スケラはあんま通らないので一回プリンスを通す攻めをします。一回プリンスを通す攻めをして、オッケー、相手にコストを使わせて、で非常に暇なんだな。からのマスケで、まあ、5打ってきたら次またスケドラが回るかなと言ったところですね。まあいらねえか。うえ、苦しいぜ。苦しいですが、まだ迷いますね。ボス的とババっていうのがちょっとうざいですね、僕としては。まあここタワー多分一回折れますね。プリンスからのスケドラからのスケルトンラッシャーマン打てば、さすがに止まんないと思いますね。あ、三角じゃないのはね、今、新しく出た情報なんですけど、でかいですね。いや、これ、ババを固めるべき、上だったか固めるべきなの。これ、やべえな。普通に。いや、俺は勝ちたい。俺負けないっすか。これ、右側にラバ来ても大丈夫。絶対、いや、左側に来る。からの、プリンスからの、端前になんか来るんですよね、どうせ。警戒して、で、これスケル打っとけば折れそうだな。で、マスケが多分暴れてくれてる。ナイス打って、もう一枚、もう一枚、いや、これ耐えます。これ5圏内に刺したくない。バルーンの爆入るな。オッケー、きた。あぶねー。これは、これはイエーイ。あぶねー。ラバルに勝てるのもでかいっすね。しかも相手があれだったんですね。墓石ババ。墓石ババで僕、ウッド系がないんで、なかなか突破できないところを、こう、勝っていく。さあ、よろしく。さあ、いや、PS っていうクランにいますね。ちょっと、汗が。汗かいてきちゃいましたね。アイスピー、やべ、めっちゃ相手攻めっ気あるな。やべ、俺もなんか相手に合わせてめっちゃ攻めてるけど、ピンチになりそう。ちょっとな、ちょっとやべ。いてーよ。いてーよ。コカッちゃんですね。相手の奥行きのプリンとか処理できないのが、でも若干厄介ですが、定位置ですね。さあ、勝ちたいと思いますね。で、まあ、コカッちゃん、どうしようかな。フリーズなんで、基本的にカウンターがね、やっぱ辛いですよね。で、端前プリンがワンチャンさっきと一緒の原理なら来る。あ、来た。で、どうしようかな、マジ。悩むな。で、まだギャング回ってないんじゃない？多分、ナイトなんで、一回ナイトで。あー、IT ね。インフェルノタワー。これ、フリーズしちゃいてえな。まあ、ナイトが多分出てきますね。ナイトが一回出てきて、
小物だった。オッケーってことはもう今ギャングがいないんで、これにスケルトンラッシュ打つと相手はナイトウッドでしか守れないんで、てか守れないんですよね普通は。フリーズしちゃいてえな。フリーズしちゃうとこのスケドラが、あ、タワーの範囲で入ってねえ。待って待って待って、うわスケドラお前、え俺のスケドラお前カスじゃん。ちょっと待って待って待って、あんまそういうこと言いたくないんだけどね、本当にあんまカスとか言いたくないんだけど、カスじゃんお前。なんかベビーだったらあれが範囲で、ね、ナイト殴るたびタワーにダメージ入ってるんで、本当はもうタワー残ってないぐらいだと思うんですけど、いやーちょっと狂いますね。痛い痛い痛い。横こっからむずいですね。ロケットをね、相手は何のユニットに打ってくるだろうっていうのがまず問題ですね。これマスクに打ってくるのか、打ってくんのかな。打ってきそうだが打ってこない。でこのマスクは延命しないといけない。うん、でここはスケで、これ延命したら俺のパーティータイム、こう攻めます。ギャング使ったのでシンプルに僕のスケラーの受けが苦しくなるはず。ウッド、ウッド裂いたけどプリンちゃん残ってるんでフリーズがかけない。あ、プリンセスマジで厄介ですね。うん、これなんかでけえな。でかいが、プリンス、全然受けきれてない。さあ、こっからですね、問題は。お、延命してくる。で、ナイト使ったら右が多分延命できない。ああ、なるほどね。いや、これ一緒の範囲いるから。あ、待って、左のプリンスが暴れる。ん？ん？さあ、右だった？いや、俺の目が大変だな。さからの、相手がするとしたら端前プリンからのめっちゃ攻めてくるとか。うん、ここ一回落ち着いてますね。なら僕も一回落ち着いてスケラフ、あーオッケーオッケー。あれを抑えたらでかいですね。ギャングを抑えたら基本的に相手ナイトしかいないのでスケラを完封されないですね。ギャングがいるとスケラを完封される可能性があるんでね。こう内側でギャング出てくる、フリーズして、おい来たグッドゲーム。いやマジで万能なんですよこれ。皆さんぜひ使ってほしいですねこれ。まあ僕はスケラフリーズね、特に好きな部類でもねあるんで、ぜひね、はい、使ってくださいと言ったところで、真っ向勝負ねしても勝てないなと思った場合とか、まあなんだろ、普段勝てない相手だなとか思ってたら、ちょっといつもと違うプレイしてもね、いいかなと思いますね。1戦目のゴレとかみたいなね。あんな感じで、ゴレとは逆サイにね、一気に攻めるみたいなことをしてみると、意外とね、今まで勝てなかった相手にも勝てるようになったりね、するかなと思いますと、言ったところで終わります。よければチャンネル登録も、高評価もお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。